みやび、見ててくれ。いってらっしゃい。お前がハルカだな。蛇女の誇りを貶めた罪、償ってもらうぞ。罪を償うのもいいんだけど、まずはお互いによく知り合うのが先じゃない？じっくりと時間をかけてね。何を言っている？あら、きめ細かい綺麗な肌ね。やめろ、僕に触れるな。素敵ね、いつまでも触っていたくなるわ。やめろ。エッチなことはやめるんだ。戦いなんかやめて、ずっとこうしていない？だからやめろって言ってるだろ。どこまでもふざけたやつめ。もういい。戦う気がないならそこを通せ。先にホムラを始末してやる。残念だけどここは通せないわ。ホムラちゃんは私たちの大事なリーダーだから、全力で守ってみせるわ。それは僕も同じだ。みやびの目的を邪魔する奴は容赦しない。だったら戦うしかないわね。お互いのリーダーを守るために。ああ、望むところだ。私たちの蛇女がお前たちとは違うところを思い知らせてやる。悪の誇りを舞い隠れよう。任務開始。Yeah.
か。わい、準備ちゃん。いざ、火炎の魂に舞い散れ。いや、これはどこ。これはどう。ね、ガスか。じゃあもう終わり。ガスか。技あり。こうなさい。もう激しいなんざ。激しいな。これはどうかしら。もうなんざ。もう激しいなね。かわいい。これはどう。ね、かわいいなね。秘伝忍法。次行くわよ。はあ、とっつこいわね。やってくれるじゃん。やってくれるじゃん。もらった。決着。僕のすべては雅のために。私が負けるなんて。よし、これで残るはホムラ一人だ。僕たちの悲願達成まであと少し。ミヤビ、ついにここまで来たよ。悲願。あなたは何のために戦っているの。決まっているだろう。雅の願いを成就させて蛇女の誇りを取り戻すことだ。どっちが大事なの。え、雅の願いと蛇女の誇り、どちらしか叶わないとしたら。あなたはどっちを取るの。そんなものは決まっている。僕にとっては雅の願いこそ全てなんだ。ふん、そうなんだ。仲間が大事ってことなのね。私たちとは違ってるように言っていたけど、あなたあんまり変わらないわよ。私たちと。バカ言え、そんなわけがあるか。そんなわけが。雅、いよいよあと一人だ。負けないでくれ。雅に認めてもらう方が嬉しいな。
なくしたものを取り戻す。いってらっしゃい。みやび、待ってたぞ。鈴音先生、お前の最終目標は何だ。どうしてそんな話を。今は戦いに集中したいのですが。神楽となって妖魔を倒す、それが最終目標か。うん、だとしたら死ぬぞ。どういう意味です。お前は妖魔を分かっていない。いくら鈴音先生でも言っていいことと悪いことがある。私は母を妖魔に殺されたんだ。大好きだった母を目の前で。これでも妖魔のことは普通の忍びよりは知っているつもりだ。それは妖魔を見たというだけに過ぎない。私のように戦った者からすれば、見ただけなど何も知らないと同じだ。妖魔と戦ったことがあるのですか。ああ、私は妖魔と戦ったことがある。その話、詳しく聞かせてもらえませんか。ああ、そのために私はここに来たんだ。
分かったか。たとえカグラであっても妖魔に負けることがある。なるほど、妖魔が手強いことは分かりました。忍びとしての技術や力は確かに必要だ。しかしそれだけでは妖魔に勝つことはできない。技術や力以外に何が必要だというのです？その答えはお前が自分で見つけるんだ。どういう意味だ。まあいい、今は抜け人狩りに集中だ。誰だ？スズメ先生に学ぶものといえばわかるな。スズメ先生、そうか、蛇女で教師を続けているのか。ホムラ、お前の弱さが蛇女を没落させた。その罪、体に刻み込んでやる。私が弱い？面白い冗談だ。私が弱かったのではない。アスカたち半蔵の連中が強かったのだ。それこそ面白い冗談だ。アスカたちなら私たちが倒した。完膚なきまでにな。なんだと。許さん、貴様、許さんぞ。ほう、それがお前の本気か。そう来なくては。己、アスカの仇。さあ来い、今こそミアル、悪の誇りを舞い掲げる。悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。はあ。
舞順次よ、いざ火炎の魂に舞い散れ。かわせてもらう秘伝忍法。何しやがる。逆転戦突破200連。こういうべきな力がみなぎる。力がみなぎる秘伝忍法。ぶっぺら余裕。私を楽しませてくれよ。余裕また。余裕もう消し済みになる。わざありのチェット。邪魔する。余裕光るわ。うりゃ秘伝忍法。チェッ、秘伝忍法。秘伝忍法。シェッケー、シェッケー。邪魔だ。シェッ、おりゃ。シェッ、シェッケー。決着。帰還だ。任務完了だ。なるほどな。一つだけ訂正しよう。お前は決して弱くはない。いや、むしろ強かった。ただ抜け人と私とでは背負っているものが違う。それが勝負を分けたのだ。アスカと同じようにホムラも仲間に誤って散っていった。散り際に無念を吐露するのなら理解できる。しかしあいつらはなぜ最後に仲間のことを思う。まあいい。いずれにしてもこれで目的は達した。あ、来ましたね、みやび。全員揃っているな。ということは、そう、僕たちの全勝だ。おめでとうございます。絶対にできるって思ってた。これで戦いは終わりなんですね。みんなありがとう。ヤビさんが素直にお礼を言うなんて。お前たち失礼だぞ。しかしこれで終わりではない。私の本当の目的はカグラを目指すことだ。私と共に蛇女最強伝説を作り上げてくれ。ああ、僕はどこまでもついてくよ。
とりあえず今日は学校に戻って休むとしよう。みんな疲れただろう。わかった、そうしよう。よかった、休める。できたらずっと休みたい。当然の評価だ。